エドワード・ボス公園は、イギリス海軍の提督スーミツコ門官、庶民院議員。1758年のルイブールの戦い、1759年のラゴスの海戦など、18世紀の海戦で、数々の勝利を収めたことで知られる。ミノルカ島の海戦の不守備から、軍法会議にかけられ、死刑を宣告されたジョン・ウィングの執行命令書に、 署名した資官としても名を残している。政治面では、1742年からトゥルロ選出の庶民委員議員を務めたが、海軍生活が中心であったため、特に目立った活動はしていない。また、1751年から海軍本部委員会の委員、1758年からは、数密委顧問も務めている。そのいずれも修正在任した。イングランドのコーンウォール州。 トレゴスナン生まれ、初代ファルマス子爵ヒューボス公園とその妻、シャーロットの三男である。海への憧れから12歳にして海軍に入隊する。1726年4月3日に60門艦、スパーブ二乗務フランシスホシェの元西インド諸島に派遣された。英日戦争中の約3年間、ボス公園はこの艦に乗務している。次の3年は、 地中海艦隊のチャールズ・ウェイジャーの下で、カンタベリー、ヘクター、ナミュールに乗務。英日戦争を終結させたセビリア条約締結後に、カディスとリボルノに向かった時にも、ナミュールに乗務していた。1732年5月25日退位に、昇進、同年8月、かつての勤務艦である、地中海艦隊の44門の4等艦、ヘクターに再乗務した。 1735年10月16日まで、ヘクターに乗務した後、70門の三等艦グラフトン勤務に昇進。1736年3月12日、大佐に昇進し、ジョン・ノリスによって50門艦レッパードの臨時指揮官に任命された。この昇進は、海軍本部委員会により追認された。1738年6月には20門の六等艦。 ショアハムの指揮権を与えられる。次なるスペインとの戦争に備え、西インド諸島に向かうエドワード・バーノンに同行するよう命じられた。ポルトベロの砲撃、ジェンキンスの耳の戦争がボス公園の威人となった。ショアハムがジャマイカでの任務に際しては使い物にならないと判断されると、ボス公園は艦を降りてバーノンに随行することを願いで、 これが認められて、艦隊と共に、ポルトベロ攻撃に向かった。ポルトベロでの包囲戦の間、ボス公園は、チャールズ・ノールズと共に砦を破壊するよう命じられた。この任務には3週間の時間と122タルの火薬を用したが、イギリス軍は都市を取り巻く砦を平らげた。砦包囲は成功し、スペインは降伏した。バーノンの武功は決出した。軍事力の現れとして、 イギリス本土で観光を持って迎えられ、戦勝の発表にはき立つ雰囲気の中、仮面劇、アルフレッドの一節として、後の愛国家、ブリタニアよ、トーチセイが初めて演奏された。この勝利にちなみ、トーリの名前にポルトベロと付けることが、本土から植民地に至るまで流行した。艦隊はポートロイヤルに帰還、ボス公演は回収を受けた。 ショアハムを引き続き指揮することになった。イギリス軍によるカルタヘナデ・インディアスの攻撃1741年、ボス公園はカリブ海のもう一つの港町であるカルタヘナデ・インディアスへの攻撃に参戦した。イギリス本国は大々的な援軍を送った。その中からスペイン植民地の都市を取り囲むように建てられた砦を攻撃すべく八千人の兵士が上陸した。 対するスペイン軍は、ざっと見積もって6000人の兵士、水兵、そして植民地の応答派からなる兵力を要していた。包囲戦は2ヶ月以上に及び、この間イギリス軍は1万8000もの死傷者を出したが、その多くは疾病によるものである。バーノン艦隊では、赤痢、解決病、黄熱病、その他もろもろの当時カリブ海で流行していた病気が蔓延していた。 この結果を受けて、ウォルポール内閣は、崩壊、国王ジョージ二世は、もし、プロシアがシレジアに攻め入ったら、援軍を送るという、オーストリアとの約束を撤回した。バーノン艦隊の敗北は、オーストリア継承戦争の抗戦が拡大した、要因となった。しかしながら、ボス公演は、またしても名を挙げた。自ら指揮した、陸戦部隊は、 サンイストリデとボカチカ城の攻略成功の石となり、包囲が断念された際には、ノールズと共に、両トリデを破壊した。この功績が認められ、包囲戦の最中に死亡した、オーブリー・ボー・クラークの指揮権を引き継ぎ、70門艦、プリンス・フレデリックの指揮官に昇進した。1742年、ボス公園はイギリスに帰還した。プリンス・フレデリックはここで退役となり、 心臓の60門艦、ドレッドノートの指揮官として、ジョン・ノリス艦隊に加わった。この年、トゥルロクから庶民議員として選出され、この選挙区の議員を修正務めた。1744年、ボス公園の属するノリス艦隊は、イギリスの領海を侵攻するフランス艦隊を発見した。と、ロックファイユが率いるフランス艦隊は撤退し、イギリス艦隊はそれを追ったが、 英仏海峡を吹き荒れる暴風雨がそれを阻んだ。この間、ボス公園は幸運にもフランスのフリゲート艦メデを打破する機会に恵まれた。オーストリア継承戦争中に作られた艦の中では初めて敵に打破されたものでトゥーサン・オカールド・ブランクールが指揮官だった。メデは売却され、その名をボス公園に改め、ジョージ・ウォーカーが指揮する試略戦として活躍した。 1744年の暮れ、ボス公演は警備官、ロイヤル・ソブリンの指揮を停泊地の輪で務めた。翌1745年まで乗務した後、かつても任務につき、そして90門艦から74門艦へと規模を縮小されたナミュールに乗務した。英仏海峡のウィリアム・マーティン艦隊における分、船体の指揮官に任命された。 1747年のフィニステレ岬の開戦1747年、ボス公演はジョージアンソン艦隊に合流せよという命令を受け、第1次フィニステレ岬の開戦では第1戦を担った。5月3日、イギリス艦隊はフランス艦隊を視界に捉えた。ドラ・ジョン・キエール指揮下のフランス艦隊は、小船隊を護送していたところをイギリスに攻撃されたのだった。 フランス艦隊はほぼ壊滅、護衛艦2隻が打破され、6人の商人が補修された。ボス公園は、この戦闘で肩に、マスケット銃の弾丸を受け、負傷した。フランス軍の艦長であるオカールは、またもボス公園の捕虜となり、イギリスに連行された。デュプレクス総督1747年、ボス公園は、青色戦隊の海軍少将に昇進した。 そして東、インドでの合同作戦の最高司令官に任命された。機関、ナミウルトモセキの戦列艦に加え、一握りの小型木造艦、若干の輸送船を従いたボス公演は、1747年11月4日にイギリスを経った。外洋公開中、モーリシャスを奇襲によって攻略しようとしたが、フランス軍に撃退され、失敗に終わっている。 ボス公園は、航海を続け、1748年7月29日、カダルールの近くのセントデイビッドトリデに到着し、全民者グリフィンから指揮を引き継いだ。ボス公園に下されていた命令は、ポンディシェリーに向かい、インドにおける、フランスの主要拠留地を攻略、破壊せよというものだった。ボス公園が内陸船の知識と経験を書いたこと。 指揮下の工兵隊や砲兵士官らの無能、作戦の秘密原種の不徹底、フランス総督、デュプレックスの手腕とが相まった結果、攻撃は阻まれた。イギリス側は5000人を投入して偏僻な場所にあるアリアンクオパムトリデを攻略、破壊した。これは作戦を通じて唯一の戦果となった。結局外の防壁を突破することができないまま撤退することになったからである。 なお、後年、インドのクライブとあだなされるロバート・クライブは、将尉として、後の中インド軍最高司令官、ストリンガー・ローレンスは、少佐としてこの戦いに従軍していた。ローレンスは退却中に、フランスの捕虜となったが、アーヘンの和薬締結の知らせがインドに届いた後、捕虜交換によって、イギリスに復員した。1750年、ボス公園はイギリスに戻った。 1751年、アンソンが初代海軍大臣に就任、ボス公演に対して海軍本部委員会の一員となることを依頼した。ボス公演は修正その委員を務めた。アルシドとリスの打歩1755年2月4日、ボス公演は青色船隊の中将となり、北アメリカ根拠地に属する船隊の指揮を任せられた。 英仏は正式な交戦状態にはなかったが、すでに戦争は避け難いという見方から、その準備が進められていた。ボス公演は、非武装船を一部含むフランスの戦隊が援軍を乗せて、カナダに向かっているのを妨害するよう命令を受けた。中イギリスのフランス大使、ミルポア公爵ガストンピエールドレビは、イギリス政府に対し、イギリスから敵意のある行動があったときは、 戦争行為とみなすと通知した。熱く垂れ込める霧は、ボス公園艦隊の視界を閉ざすと同時に、フランス艦隊を試算させたが、6月8日、ボス公園の艦隊は、ニューファンドランドと西端の霊味先置き合いを、航行するフランス艦、アルシド、リス、ドファン・ロワイヤルを視界に捉えた。続く戦闘で、アルシドとリスを打破したが、ドファン・ロワイヤルは、霧の中に見失った。 1500人もの捕虜の中には、アルシド船長のオカールの姿もあった。オカールと戦うのは、これが3度目であり、捕虜としたのもまた3度目だった。リスの艦上では、総額8万ポンドにも達する賞金の支払いが行われた。ボス公演は艦隊司令官として、そのかなりの割合を受け取っている。イギリス艦隊は、再編成のためハリファックスに向かったが、熱病が蔓延し、 やむを得ず、イギリスへ帰還した。熱病による死者は2000人に達しようかというほどだった。モナークの甲板で銃殺される、ビングボス公園は、海峡艦隊に戻り、ジョン・ビングの後半の間、ポーツマスで司令長官を務めていた。ビングは慈悲を求めたが、国王はそれを拒絶し、ボス公園は処刑執行所に署名した。 1758年のルイブールの戦い1757年10月、ボス公演はエドワード・ホークの副司令官を務めていた。1758年2月7日、青色戦隊の大将に昇進し、艦隊を率いて、北、アメリカに向かうようにとの命令を受けた。現地に到着すると、ボス公演はルイブール要塞包囲戦における海軍の指揮を6月から7月に、 かけけて受け持ったこの戦いでは地上戦を海軍の指揮官に任せるのを避け陸軍からジェフリー・アマーストとジェームズ・ウルフの両将軍が指揮する部隊が配備されたルイブール包囲戦はカナダにおけるフランス領土の攻略に成功した要因の一つであるウルフはここをケベック攻略の拠点として活用しフランスはこの地を失ったことでカナダにおける 唯一の軍港を失い、その上4隻の戦列艦を破壊され、1隻を打破された。イギリスに戻ったボス公園は、両院から任務に対する謝辞を受けた。国王からは、水密顧問官に正式承認された。海軍本部委員会委員と司令長官、双方の職務を継続したそのたまものだった。ラゴスの戦い1759年4月、ボス公園は、 地中海艦隊の指揮官に任じられた。その目的は1759年のフランスのイギリス侵攻を阻止することだった。90門砲艦として心臓をされたナミウールに自らの旗を掲げたボス公園はトゥーロンを封鎖し、湾内にドラクリューイコールサブランの艦隊を閉じ込めた。ボス公園はフランス海軍を港からおびき出そうと三隻を 湾内に送り込んで港に対する艦砲射撃を加えさせた。これに対し、トゥーロンの街を取り囲む砲台から反撃があり、イギリス軍は引き下がった。この封鎖作戦において、艦船に軍事行動による損傷や経年劣化が見られたため、ボス公園は修理と補給のためジブラルタルに艦隊を向けた。8月17日、ジブラルタル海峡を監視するため派遣されていた。 フリーゲート艦がフランスの艦隊が視界に入ったと信号を送ってきた。ボス公園は使い物になる艦を艦隊から集めてドラクリューイコールサブランと交戦するために出航した。夜通し追跡を受ける中、フランス艦隊のうち5隻はどうにか艦隊を振り切り逃げていった。その他の艦はポルトガル南岸ラゴス近くの入り江に追い込まれた。 イギリス軍は逃げ遅れた7隻に追いつき交戦した。フランスの74門の戦列艦、サントールはナミュールに決闘を挑んだが、90門艦、ナミュールの火力に屈し、降伏機を掲げた。ナミュールは深刻な被害を受けたため、やむを得ずボス公園は80門艦のニューアークに帰還を移した。移動中、ボス公園が乗ったボートが被弾し穴が開いたが、ボス公園は、 自分のかつらでこれを塞いだ。その夜に、スーブランとゲリエの2隻に逃げられたものの、8月19日朝、テメレールとモデストオダホフランス艦隊機関、オセアンとルドゥダブルは逃走中に岩礁に乗り上げ、イギリス軍が見つけた時にはすでに接収されることを意味だ乗組員の手で火をかけられていた。先に離脱した5隻はカディスに向かったが、 そこはすでにボス公園の命を受けた艦隊副司令官ブロデリックによって封鎖されていた。この戦いについてはイギリス軍がフランス軍を中立国の領海に追い込んで交戦したことを問題視する声も上がった。こうした声が妨げになってか、これほどの実績を残していない他の提督と比べてもその認知度は低かった。この戦いで三隻のフランス艦を打破し、賞金を得て、 二千人の捕虜を連れて帰国した。ボース公園の名声はここにとどろいた。1760年12月、功績により海兵隊大将に任じられた。また、エディンバラからは名誉市民権を与えられている。キブロン湾周辺のフランス西海岸での行動中に戦線を離脱した。チフスと見られている熱病に苦しみながら、 帰還を果たしたが、1761年1月10日、サリー州、ハッチランズパークの自宅で死去した。遺体は、コーンウォールのセイミカイル教会に埋葬された。墓碑にはこう刻まれている。エドワード・ボス公園閣下ここに眠る。青色戦隊大将にして、海兵隊大将、海軍大臣にして、数密古問官。貴族の生まれにして、著名な肩書があるも、その偉業には、 不可的なものである。ウィリアム・ピットは、かつて、ボス公園にこう言ったことがある。気を得て、冒険を企てるに、君以外の士官を起用すると決まって、困難を言い立てるが、君だけは決まって、抜け道を見つけ出す。フランシス・イブリン・ボス公園1742年、ボス公園は、フランシス・グランビルと、結婚、三人の息子と二人の娘を設けた。三男ジョージは、 おじの後を継ぎ、第三代ファルマス施策となった。ボス公演の死後、フランシスは、ブルース・トッキングの会合を取り持つ重要なホステスとなった。ニューハンプシャー州のボス公演は、彼の名にちなんで付けられた。また、下記のような名言を残している。ありがとうございます。